例えば UFO だよ。 UFO 現象。 UFO ははじめ丸いボール状の物体として目撃されていたんだ。ところがだ、時代が進むにつれてその形態が変化してしまった。いわゆるフライングソーサー、あのお皿を重ねたようなあの形だ。モデルチェンジしたんだ。バカが言えよ。違うよ。チェンジしたのは人間の方だよ。人間？うん。1926年に銀河系の全体図が発表されたんだ。銀河系の形知ってるだろう？それから UFO はフライングソーサーになった。ビンゴ。これは無意識の奥底にある集合無意識の仕業なんだ。ここには一定の思考パターンが存在していて、その一つに最も心理的に安定した形である円の存在がある。だから初め UFO が丸いボール状だったのも頷けるわけだ。これに時代を背景とした情報、すなわち銀河系の全体図がインプットされる。その結果円の形が歪められて、今最も多く目撃されている UFO の形態に落ち着いたってわけだ。さすが精神科の先生。茶化すなよ、真面目に話してるんだぞ。これがビジョナーズ症候群、つまり原始体験と呼ばれているものだ。おい、タクマ、聞いてるのか？いや、勉強になったなった。説明が始まるといつも長いんだよな。自分から始めたくせに。おい、たくま、聞いてるか？で、聞いてませんっての。お前、うちへゲームやりに来てばっかりだけど、本業の方は大丈夫なのか？工藤さんに言われたくないよ。自分だってパソコンマニアの開業医のくせに。
私、妹がいたの。多分、双子の妹。多分。変でしょ。みんなはそんな子いないって言うんだけど。みんな私、家族がいないから施設の人に聞いたんだけど誰かに殺されたんだって。でも本当はよく覚えてないの。両親の顔だと思い出せないくらいだし。その妹さんはどうしたの？妹は殺されなかった。でも目が見えなくなってしまった。事件の巻き添え食ったんだ。事件のあとしばらくは二人一緒にいたはずなんだけど、その後のことはわからない。精神科もおやりになってるんですか。変わってますね。皆さんそう言いますね。まあ精神科はあくまで趣味ですから。私刑事をしておりまして。先生、精神科医が狙われている連続殺人事件ご存知でしょう？ああ、ここのところ自殺が続いたというのは聞いてますけど、あれ殺人なんですか？私はそう思っています。精神科医なんておかしなやつが多いですからね。まあ自殺だとしてもおかしくないでしょう。あ、人のことは言えないか。知り合いじゃないよ。
がたらやすめず鮮やかだね。画面見たことある。ユキちゃん、このゲーム知ってるの？やってみる？
ゆきちゃん？
ない過去ってあるじゃない？記憶喪失とかじゃなくて、例えば1週間前朝何を食べたとか、通学中電車で隣に座った人がどんな人だったとか。俺記憶力ない方だから覚えてないことの方が多いよ。そういう覚えてない過去って本当にあったことかしらって考えることがある。だって私が覚えてないんだから他のどんな人だって知らないことでしょ。そっか。じゃあ俺の人生大半はなかったことになるかな。たくまくんが死んだら、たくまくんっていう人がこの世にいたことすらわからなくなるかも。いいよそれで、さっさと忘れてほしいぐらいだよ。私は怖いな。たくまくんは私のこと覚えていてくれるよね。線じゃないんだよ、うちは。ああ。何？工藤さん。あのさ、どういうつもり？悪いと思ってるよ。でもさ、遅くなっちゃったから。でも遅くなっちゃったからってな。でもさ、工藤さんどう思う？彼女の家族が殺されたって話だろ。まあ実際そうなんじゃないか。あり得る話だし。いやそれだけじゃなくてさ、例えば目の見えない妹がいたっていうこととか。俺が思うにはそれヒステリー性忘却症だな。ヒステリー？ああ、ヒステリーと一口に言ってもいろいろとあるんだ。あのユキちゃんは家族が目の前で殺されたんだろうから、そのショックが精神に多大なストレスを与えて、結果その前後の記憶が曖昧になった。まあ人間の記憶なんていい加減なもんだよ。ものすごく嫌なことがあれば無意識のうちに忘れてしまったり、その代わり都合がいいように記憶を作り直したり。じゃあ妹はユキちゃんの幻想の産物なわけ？さあね。おい、何やってんだ。おい、
何者だ。ユキって女は知ってるだろう。ああ、それがあいつは恐ろしい。死にたくなかったら関わるな。ユキちゃんがどうしたって。あんた何言ってるんだ。工藤さんには言えなかったけど、本当はもう一つ気になることがあるんだ。あれからゲームをするとき、決まってあの感覚が現れる。
鈴木貞子さん、中でお待ちください。なんてことだ。工藤さんだ。もしもし、もしもし、タクマが。もしもし。工藤さん、ポケベル呼んだ？もしもし？タクマか。わかったよ。あのユキさんについていろいろと。彼女の妹の話、
彼女の妄想の中での妹が、その目の見えない妹がいるって言っただろう。そうじゃないんだ、逆だったんだよ。それが彼女自身のことだったんだ。もしもし、もしもし、工藤さん、もしもし、つまり本当の自分と幻想の自分がいつの間にか記憶の中ですり替わったってことだ。そこまではまあいい。だがな、ここからが重要なんだ。あのユキちゃんって子に直接関わった医師や看護婦やカウンセラーはみんなおかしくなるか自殺するかしてるんだよ。もしもし、もしもし、おかしいな。
ゆきちゃん、俺考えたんだけど。何？君の目が見えないっていう妹の話。工藤さんが言ってたんだ。それはきっとゆきちゃんの妄想だって。でもそれは違うんだ。その子はきっと本当にいたんだよ。なんていうか、君といると分かるんだ。感覚的なものだけど、確かにその子の存在を感じられる。忘れたくないんだろう、その子のこと。大丈夫、俺が君たちのことを忘れない。Thank you.